皆さんこんにちは、証券ママです。今日は赤じそジュースと残った葉も無駄なく使ってゆかりふりかけも作ります。赤じそは健康効果が期待される成分もたくさん含まれていて、とっても爽やかで美味しいです。この時期だけのものですので、ぜひご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まずこういった赤しそですね。今このスーパーなんかにね、今出回っていますが、これね、一袋で今日今測ったらちょっと袋ごと 330g ありました。これね、今日2袋分作ります。これは後でね、この茎は使わないので葉を取って、そして重さをね測ってからグラニュー糖と、あとね、今日はリンゴ酢を使います。これを入れていきます。これね、米酢とか普通の穀物酢とかでもいいですし、レモン汁なんかでもいいですし、このお砂糖も今日はね、グラニュー糖を使いますけれども、上白糖であったり、きび砂糖であったり、お好きなお砂糖で作っていただいていいです。あとね、この赤しそを茹でていくお湯を2リットル用意してください。そのお湯でこれを煮出していって、そしてジュースにします。材料は以上です。はい、それではね、まずね、この赤しそのね、葉をね、これ全部取っていきます。なるべくね、こう紫がね、綺麗なものをね、買った方がいいと思います。じゃあね、全部葉だけ取っていきます。はい、こんな感じでね、全部ね、葉だけを取りました。で、今ちょっと測りましたら、だいたい 300g ぐらいのものが半分くらいですね。なのでこれね、両方で葉だけの重さで 340g ありました。なのでだいたいこうスーパーで売っているあの一袋で、葉だけだとだいたい 150g ちょっとぐらいあるので、その辺だいたいでいいのです。今日は全部で 340g の葉で作りますが、300から340ぐらい、少しぐらい、多くても少なくても大丈夫です。目安は 300g くらいで作ってください。そしたらこの葉をですね、よーく洗ってきます。はい。それではね、こんな風にね、しその葉をよーく洗ってね、これ流水で3、4回洗ってね、お水が透明になるまで、こんな感じでよく洗って、そしてこれ水をね、たくさん含んでいて、本当はちょっと乾かした方がいいんですが、手でね、こうギュッとね、絞って水気を切ってください。そしたらこれを茹でてシロップを作っていくんですが、今日はだいたい 340g ぐらいありましたので、ここでお砂糖を測っておきます。今日はですね、グラニュー糖を使いますが、ちょっと多いように感じますが、グラニュー糖 500g を今日はこれ測って入れていきます。お酢ですね、今日はリンゴ酢を使いますけれども、私はこのリンゴ酢がね、爽やかでいいと思います。まあお好きなお酢で作ってください。リンゴ酢を 300cc 測ります。それでは赤じそを茹でてエキスを出していきます。はい、このようにね、ちょっと大きめのお鍋とかね、今日はうちで、一番大きいフライパンなんですが、深めのフライパンですね。これにお湯を2リットルです。これは分量は守ってください。これに先ほど洗った赤じそ全部入れちゃいますね。ちょっと今日量が多いので、これすぐにね、少なくなりますが、大きめのね、こういったお鍋とかフライパンにを用意してください。そしてですね、沈めてですね、そうするとですね、今強火ですよ。はい、このね、赤じそのこの赤い葉がですね、緑色にすぐ変わってきます。はい、こんな感じにね、もう緑色に変わってきました。そしたらここから10分ね、こうやってエキスというかね、このね、赤い色素を出していきます。じゃあね、10分ほど、火はね、じゃあね、沸騰したので中火ぐらいにして10分茹でていきます。ちょっ
とこう吹きこぼれそうになったらね、あの火はね弱めてくつくつね、あの10分こうやって煮出してください。はい、10分ね煮出しましたので火を止めます。はい、これをねこすってきます。今日ちょっと量が多いのでね、もうねあのこんなにね緑の葉にね、ほんと普通のあの大葉みたいな感じに、ね、なってしまいましたね。はいはい、そしたらねこれを全部このボウルに入れてしまいます。はい、こんな感じでね全部ね入れましたね。はいはい、そしてねこれねこしますね。こんな感じでちょっと量が多いので今日は、はい、別のボウルにね移しますね。はい、そしてですねまだもったいないのでここでよーく絞ってですねエキスを全部出してしまいます。はい、まだこんなに出ましたね。はい、ただこれでね全部になります。そしたらこれねもう一度ねこれペーパーでねまだ細かいゴミとかありますのでペーパーでもう一度こします。これはですねもったいないのでこれで後でねあのゆかりふりかけですね、それもね後でご紹介します。そしたらもう一度ねこれきれいに先ほどのお鍋というかフライパン洗っていただいてこれをねもう一度こしていきます。こういったザルにですね厚手のこういうキッチンペーパーとかあとねきれあの清潔な布巾ですね、こんなものでこしていきます。はい、こんな感じでねもう一度こしました。そんなにねゴミなかったですがね少しだけねありますね。はい、これでもう綺麗になりましたので火にかけてシロップを作っていきます。はい、それではねお鍋を火にかけます。そしてここにグラニュー糖を今日は 500g です。多いように思いますがねそれほどでもないんですよ、これシロップで濃縮のものなので。そしてお砂糖をね溶かしますね。はい、こんな風に沸騰してきたらですね火を弱火の強めぐらいにしてですね、そしてこの出てきたアクなんかをこう少し取りながらですね20分ほど弱火でね少しこう火を入れていきます。アクがねこう出るのでね、はい、まあ、少し煮詰める感じでしょうかね。はい、それではね20分ほどね煮詰めました。これだいぶ煮詰まりましたね。上からそう 3,4 センチくらいね少なくなっていますね。アクはこんな感じでね、まあ、取りながら煮詰めてください。そしたら火を止めます。そしてここでリンゴ酢はね冷めてから入れます。なのでこのまま冷めるまで置いておきます。はい、こんな感じでね冷めました。まだ少しね生ぬるいですがもうだいたい冷めました。これねやはりお酢はねこの一緒にこれあの沸騰させてしまうと酸味が飛んだり香りが飛ぶのでやはりねこう冷めてから入れてください。はい、そしたら今日これリンゴ酢 300cc です。これを入れます。このお酢の量もですねもう少し増やしてもいいですし、これお好みであのもう少し減らしてもいいですし、私はね今日は 300cc 入れます。じゃあ入れてみますね。これね少しずつ入れてください。これねあっという間にね本当にあのね赤くなります。今もねちょっと紫色で濃い紫色でしたが、ほらだんだん色が変わってきました。はい、こんな感じのねあの綺麗な鮮やかな、ちょっとこれあのこのお鍋の色がねこんな色なので分かりづらいと思いますが、すごく綺麗なね色になりました。はい、そしたらもうこれ出来上がりになりますので煮沸した瓶などにね移していきます。はい、それではねこういったね
煮沸した瓶ですね。今日はですね、これやはりお水から入れて沸騰して5分ね、熱湯で煮沸した瓶です。そしてね、やはりね、お酢が入っているので金属とかはあまり良くないので、こういったね、瓶がね、望ましいと思います。そしてね、蓋もね、結構こう金属の蓋があるんですが、今日はこんなプラスチックのね、蓋のね、こんな瓶を用意しました。で、こちらは煮沸できるんですが、これプラスチックなので一緒に煮沸すると溶けてしまいますので、こちらはね、焼酎とかホワイトリカーとか、まあ、食品用アルコールでこの蓋の方はね、拭いて消毒してください。じゃあね、これに入れてきますね。こういったね、錠ももね、これ消毒してあります。じゃあ入れてきますね。これ綺麗な色です。これね、結構洋服とかにね、つくと取れにくいのでね、ちょっとつけないようにやってくださいね。私今ちょっとこぼしてしまいましたが、ゆっくり入れますね。はい、こんな感じでね、瓶に移しました。清潔なね、瓶に移してください。これね、今日はですね、2リットルのお水で、だいたいそうですね、1.8 リットルくらいできましたね。これが900の瓶で、これが800の瓶で、これがまあ150とかそのぐらいだと思いますけれども。そしてね、これ冷めたらこうやって蓋をしていただいてですね、そしてやはり冷蔵庫で保存してください。はい、それではね、このね、赤しそジュースを作った後のこの残ったしそですね、これもったいないのでね、これね、ゆかりふりかけにしていこうと思います。今日ね、これ絞ってだいたい350グラムくらいね、このしそが残りました。そしたらこれをですね、ボウルに入れますね。はい、そしてお塩です。お塩ですをですね、大体でいいんですが、大さじ1ほどね、入れて、梅干しつける時の赤じそみたいな感じでね、揉んでいきますね。これちょっと小さじ1のスプーンなので、3杯で大体大さじ1ほどね、お塩を入れました。そしたら、梅干し作る時みたいのね、赤じその感じでこうやって揉んでいきます。もうね、赤い色素はだいたい出てしまったんですがね、こうやって揉んでるとね、まだ出るんですよ。これでしっかりね、揉んでいきます。はい、こんな感じでね、よーく塩もみしたら、まだこんな感じでね、アクが出ます。これはよーく絞ってね、これは捨ててしまいますね。まだね、こんなに出ます。じゃあね、これはね、捨ててしまいます。そしたらこのボウルもう一回洗っていただいて、よくね、絞ってですね、このボウルにね、戻します。そしたらお酢ですね、まあ今日は米酢使いますが、まあ何のお酢でもいいです。これをね、ちょっと大さじ1ほどずつちょっと振りかけて、そうするとまたね、お酢効果で色が赤くなりますので、こんな感じでね、揉んでいきます。まだね、こんな感じでほら、少しこう赤くね、赤い汁が出てきました、このお酢効果でね。はい、そしたらね、もうこのぐらいでいいと思います。なので、大さじ4のお酢を少しずつ加えて、少しだけでこんな感じで揉んで、少しだけね、こう赤い感じになりましたね。はい。そしたらこの水気をよく絞って、これをね、天日干しで、干していってもいいんですが、今日はね、めんどくさいので、レンジでチンします。はい、こんな感じにね、耐熱のお皿に、クッキングシートを敷きます。はい、こんな感じですね。はい、そしてね、今お酢で揉んだね、このしそですね、これよーく水気を絞りますね。2回くらいに分けてやろうと思います。2回か3回ですね。はい、
よく水気を絞りました。そしたらね、このクッキングシートの上にちょっとばらしておきますね。こんな感じで、はい、こんな感じに広げたら電子レンジの600ワットで3分ね、3分をそうですね、こうカラカラに乾くまで3分チンして、また出して少し混ぜて3分チンしてと3回から4回やりますね。じゃあ600ワットでまず3分チンしてきます。はい、それではね、600ワットで今3分チンしました。まだね、全然湿ってる感じです。そしたらちょっとね、こう熱いですがちょっと気をつけていただいて、全体をね混ぜたりちょっとほぐしていただいたりして、そしてまた少しこう混ぜていただいたら、また600ワットで3分チンしてきます。はい、それではね、600ワットで3分3回しました。はい、もうパリパリです、こんな感じで。はい、そしたらね、何かにこうちょっとね、ペーパーの上とかに乗せていただいて、これ少しでもね湿っているとミルにかけてもね細かくなりませんので、完全にパリパリになるまでね、これチンしてください。でもかけすぎると焦げますので、その辺気をつけてやってください。そしたらね、あと半分もまだ残っているので、残りも同様にやっていきます。はい、こんな感じでね、2回目もね、もう完全にパリパリにね、乾燥しました。はい。はい、こんな風にね、乾燥してね、まあ、温かいうちは良くないですが、ミルにかける場合はこう、冷めたらですね、今日はね、うちにはこういったミルがあるので、ミルにかけて細かくしていきます。ない方はね、すり鉢とかでもいいです。じゃあね、ミルに入れて攪拌しますね。はい、こんな感じにね、細かくなりました。そしたらね、よく綺麗な煮沸した瓶などにね、こうやってね、まあ、入れて保存してください。じゃあね、残りも全部やっていきますね。はい、それではね、全部出来上がりましたのでね、いただいてみたいと思います。まずね、こちらの方のね、梅ジュースの方ですね、これはですね、今日はね、氷を入れてお水で割りましたが、炭酸とかね、そういったもの、牛乳とかでも美味しいです。だいたいそうですね、赤じそシロップの3倍から4倍のお水とか炭酸で割ってみてください。こんな感じのね、とっても綺麗なこんな色です。はい、じゃあいただいてみます。うーん、甘さもね、すっきりしていて、甘すぎずとっても美味しいです。うーん、結構ね、最初作るときグラニュー糖 500g 多いようにね感じられると思いますが、これね、シロップにすると本当にそんなに甘くなくて、すっきりした甘さです。それではね、この残ったね、赤じその葉で作ったゆかりふりかけですね、これもね、今白いご飯にね、こんな感じでかけてみました。普通のね、ゆかりふりかけに比べたら色は少しね、こんなくすんでいますけれどもね、美味しいです。じゃあね、いただいてみたいと思います。はい、じゃあいただきます。うん、とってもね、こう出がらしのね、赤じその葉とは思えないほど美味しいです。お塩とお酢で揉んでいますのでね、こうちょっと酸っぱい感じもして、塩味もついていて、とっても白いご飯に合います。これで少しね、塩味が薄いなって思う方は、これに少しお塩を混ぜていただいて、この使っていただいてもいいです。これね、本当に白いご飯にかけたり、おにぎりにしたり、パスタと和えたりなんかしてもとっても美味しいです。こちらのね、赤じそシロップの方はですね、こういった煮沸した清潔な瓶に入れて冷蔵庫でね、保管してください。そうすると大体1ヶ月ぐらいはね、まあ綺麗なスプーンとかで取り分ければ1ヶ月ぐらいは美味しくいただけます。これね、結構3倍くらいのね、お水とか炭酸で割るので、これくらいあってもね、今日はちょっと2リットル弱ぐらいできましたが、
これくらいやってもすぐねなくなります。ぜひねこれねこうやって割って冷蔵庫に入れておいて暑い時ね飲んだりするととっても爽やかで美味しいです。こちらのねゆかりふりかけの方はこれはもう本当に、まあ、常温でもいいんですが冷蔵庫にね入れていただくと本当にもう1ヶ月以上とかもうずっとねいただけますので長期保存が効きます。ただね香りとかだんだん飛んでいきますのでできればね早めに召し上がってください。赤じそにはねアレルギーの緩和とかねあと粘液や皮膚をね守るポリフェノールなんかもたくさん含まれていますし、あと血液サラサラにしたり疲労回復にもいいですし、あと目がね眼精疲労なんかにもいいと言われていますので、ぜひねこの時期だけのものですので、こんな風にねスーパーでもね売っておりますので、ぜひねそんなにお高くない、だいたい1袋300円から400円くらいで買えると思いますので、ぜひね今の時期だけのものですので、こんな風にしてねぜひ召し上がってください。とってもね爽やかで美味しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。他にも青じそを使ったレシピの動画もたくさんありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。